信州の山から生まれる清冽な流れはやがて海へと注ぎます。海のない長野県もさまざまな形で海とつながっています。この番組は長野県と海を結ぶ活動をご紹介します。長野市真由美田地区を流れる千曲川の支流浅川です。川沿いの道でノルディックウォーキングを楽しんでいるのはこの地区の住民たちで作る長野北部スポーツクラブの皆さん。普段から家族ぐるみでテニスやウォーキングを楽しんでいます。この日は海の日にちなんで川を見ながら歩き海を感じようという企画。海で遊んだ思い出などを話しながら4キロほどを歩きました。地域の人同士が触れ合う機会が少ないなっていうふうに日頃から感じていたので、何かこうスポーツを通じてその体を動かしながら、住民の皆さんが交流が図れればいいなということで、クラブを作りました。この浅川が、千曲川につながって、その後信濃川になって、それで海に注いでいるんだよっていう話を、子どもたちに話しながら歩きました。ウォーキングの後は海鮮バーベキューを楽しみます。ホタテやサザエ、イカやエビ、大きな鮭はちゃんちゃん焼きにして味わいます。さあ焼き上がりました。どうホタテ？美味しいね。美味しい。海のことも感じながら歩いたので一段と楽しく、はい、歩けてまた美味しくいただいてます。長野に住んでると、まあ、あまり釣りぐらいしか縁がないので、今回はこういった企画もできるということで、とても良かったなという、いうふうに思います。海に注ぐ川沿いを歩き味わった海鮮バーベキュー、改めて大いなる海の魅力を感じさせてくれました。海と日本。